見ない方がいいんかな。で見てる時も打つよね、インコースのやつポール際に。これですか？たけ全国制覇まであと2つ。なんか楽勝すぎない？もうあのザマミは夏の甲子園大会で勝った相手もね、最近ね勝った相手しかいないのよ。だって俺たちが天下だもん。天下の大陸高校になっちゃってるから。これブラーボーいきますか。アメリカ大陸からやってきた外国人選手。ブラーポップ、ブラーポップ。あ、ガードポイント普通。ほらららら、逆にテンサイダーが今日絶好調だったら。あれ、しかもセカンド違います。あ、ヤブタヤブタショート。なんか聞いたことがありますけどね。これ極み高校ではないでしょうね。ザマミですよ。極みじゃなくザマミ。北海道のチームじゃない、北海道のチームで。ザマミ沖縄です。北海道ではなく、あの逆です。最南端でございます。タープロ君みたいなユニフォームしやがって。なんかこっちは三船ドルフィンズみたいなユニフォームじゃ。あれなのかな、あのさ、次回からの栄冠ないってさ、漢字ありじゃん、帽子とか。CP のやつでもあるのかな。あるでしょうね。おい、楽しみだな。ザでしょ。あ、ザね、バリエーション。おー、1点取りました。もう天下の強さやな。これブラーボだぜ、マークしてる人。ってことは 1,2,3 番で取ってるんやぜ。まずギャラクシーが出ます。出ました、ギャラクシーが出ました。マスターがバントしてないとか返します。あれ、惜しい。惜しい。三振しやがった。ただギャラクシーね、強いのが足が速い。あ、これ走塁してますね。足が速いんですわ。最近見てねぞ、ブラボーお願いします。前回の試合打ったんですけど、見てない時に打ち上がりました。見ない方がいいんかな。で見てる時も打つよね、インコースのやつをポール際に。これですか？タケ、タケウト行ったぞ。ええ、ウトはないくぞ。これですか？ポール際に。まんまやん。これまんま。まんまこれやん。本当にプルヒッターの一番いい使い方してるわ、こいつ。いいですね。いいですね。お、いいですね。すげえな、4番までで3点取っちまったよ。こいつにインコース投げるのは危うすぎるぜ。あー、甘いですねーとか言ってます。相手が弱ければ盗塁。送球 E の肩 D です。はい、ケンね、クイック E だし。ストレート来るな。いや、大丈夫だと思うよ。はい、送球 E です。ナイス、走らないと。君、送球 E ですね。ここチャンスなんで使っちゃいます。強心臓。またポール際にお願いしますよ。てかなんで 143m だったの、確定弾のあのマーク出なかった。確かポール際だからじゃない。あ、なるほど、ファールかファールじゃないか、ギリギリみたいな。第3球を投げました。それだ。なあ、いい球だったのに。お前はね、お前はね、足遅いからダメだ。あの内野ぐらいはもう終わりだ。これでワンアウト。おや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 、早い早い。試合は後半の5分で終わらせてやるぜ、こんな試合。関東の鉄砲がブランボーブランボーブランボー。第9アウトコースは振っちゃダメだよ。いいよいいよ、低めのボール球見逃せるんだね。いいよ。あ、15打ってるね。今打ったね、15。なんだかんだ打ってる。なんだかんだいいですね。あ、これよくやります。タイミング合わなすぎてね、あのブルンってやっちゃうやつ。投球はこれから3球。強いよな。あ、それそれ、出たー。外角をね、やるやつ、やっちゃうやつね。だって打撃成績的には極み高校の一流選手と同じだもんね。あの本当に5分で終わるんですけど、ごめん、あの尺が尺がやばいって、これ過去最短になっちゃって。お前打てねえな、今日どうした。取れ、いきます。いってらっしゃい。ギャラクシー、ギャラクシースティー。水星のように速い。はい、水星、水星ってなんだっけ。もうなんだっけって言われて俺も説明しがたいんだから。まあ、水星っていう、水星ってあの晴れ水星みたいな感じの、コメントでシュンってシュンってやってる方だよね。そう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 。ああ、水星ってあのドッキン地下木みたいなやつじゃないよね。ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。そのあのね、あの水って書いてあるけど、一番地下木太陽に近いやつ、解明じゃないですよね。あのスターダストとかの方です。はいはいはい。さあ、マスト、お前の仕事はね、こいつをね返すことです。帰還任務だ。ミッション開始。イエスアボス、俺ビッグボス。第4球を投げた。4球目空振り。あの眼帯をこうシュッてやったら何なんだろうね、赤目とか。次は5球目投げた。おー、出た、マスト。オッドアイズです。いや、いい仕事するね、こいつ。さあ、ワンナイトを食らわせてあげましょう。ワンナイト、ホームラン打ったらワンナイトお願いします。誰に言ってんの、マネージャー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 に言ってんの、こいつ。もちろん言ってん。ワンナイトカーニバル行くぜ。大丈夫よ、男マネージャーじゃない、大丈夫ですか。それだったらまあ、それはそれでまあ、尊重する。尊重する。ナイトのね、そういう感じか、ナイト。
いやー難しい。あ、ダメだこりゃ。なんか後ろですごいベンチなんだ。ベンチの変な開発いる。第9。あ、それ投げました。いいんだよそれ打っちゃって君は。そこなんだよ君は、ね、逆に言えばそこしか打てねえんだから。ほらそういうとこ振るから。いい球だ。風が試合終わるで。代理三塁残塁。あ、ついに打たれた。完全に復調したな。ガードポイント何だったんだろうね本当に。あの4点取れた試合何だったの、まあ、雨だったっていうのが本当に理由が一つあるかもしれないね。な、雨で調子が下がってしまいました。もしくは天才打に下剤飲まされたかです。天才打こすいな。十分強いけど確かに、確かにガードポイントがいなければ天才打はエースです。まあ、2個目の方が結構有力な候補です。お風が走れ、キリマンジャロ取れる。ナイスキャッチ。これでかいナイスキャッチです。一塁ランナー加納残塁に終わりました。8回までが終了しまして2アウト1塁。うん、チャンスもなければピンチも少ない。本当に試合が早いです。おいおいおい、尺がねえからちょっと魔物使ってよ。あの尺伸ばそうぜ。2アウト。さあ魔物発動するか。フェスティバル、ピンチヒッターはフェイスフル。魔物要求です。あかもラッキーボール。パワーヒッターつきましたが、ここはチェンジ。パーッ。ライダーはプロペラデストロイヤーズ。プロペラデストロイヤーズ行きます。前デストロイしちゃうよ。見てくださいこのクラウチングダフ。もう本当だ変わってる。よりあのキャッチャーの方にめり込ませることによって本当にボールが髪の毛に入りそう。ああ入る。消える魔球になってしまう。あれキャッチャーがボールどこだボールどこだ。本当にデッドボール。あー紙ってデッドボールに入んのかな。それ有利じゃね。そしたらパンチパあのアフロのやつとかどんだけでけえアフロのヘルメットからそんな漏れるやついる。ボボボボボボボみたいな感じ。投球これから5球目。あ今いい球だったな。あれ打てないか。これ多分ね風強すぎておっとっと鳥になるな。ほら危なー。さあ最後の5番ですがもうヒット4本しか打たれてませんし最強守護神控えてますし。デーデンデーデンダダ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 ジョーズが出てきそうなんですけどそれ。ジョーズが出てきそうな BGM。 はいみんな一回みんなシーンとしてシャラブ俺の名前言ってみろーシーン。はいプレイシンバが言って、あいつ黙らしてこい。はいおいお前やばいってよ。黙りました。めちゃめちゃ激ガチックにしてさ次のあの俺たちの漫画大学号にしてもらう。めちゃめちゃ渋い感じにしても激ガッツなの北斗の剣。そうゴルゴ13みたいな感じにしてさ天才な主役にして。天才な主役にして何をやっても天才な俺が打たれてんですけど。風邪すこれた。俺の名前は何だ言ってみろ。シーン激ガチックのギャグ漫画たちは激ガチックのギャグ漫画多分なんかあるよそういうの。第9ガードポイントとかまんまあれじゃん北斗の拳の時やんけ。とついに本当に時になっちまう。いや天才だコントロール荒れてましたけどなんかそこも最近はあまり目につかない。なんでですか言ってみ理由は。監督監督視聴者のみんなそこの観客ども言ってみろ。なぜなら俺は帰ってこない。シーンパープロ君っていうのはキャッチャーから返球がないか返事も返ってこないとは。こいつメンタル強そうやな。強いね圧倒的メンタル顔に出てるねメンタル。顔に顔に出てる。キャッチャー肩強いよ。大丈夫俺が天才だ。すげえなマジで。今日は使いたいピッチャーもいませんので、はい、ここは何としても抑えたい場面。代理最後の伝令を送ります。バラライカ参ります。なんか後ろ姿マネージャーと結構逃げてるのにさ前向いた瞬間におっさんなんだもん。天才だ。おいちょっと困る尺が短い。ちょっと打たれろ。まずは内角。でも打たれません。ちょっと打たれろ。おー高い高い投げました打ちました。サード第3球を投げました。カーブはボール。フォアボールとかも全然出さないし防御率はどんどん下がるしすごいなこいつ。第4球を本当に天才だもんな。本当に今のところ本当に天才。本当にあの大陸高校のピンチを救ってる男です。第5球投げた
はい、終わり TJ。 はい、大丈夫、カバーもしっかり。おい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 、余裕すぎ。で、また2試合連続無失点、投手陣が強い。え、もう決勝、嘘やろ。おい、キアミコークがあんなに苦労に苦労を重ねていってる春夏連覇、こいつらしちまうぞ。簡単にしようとするんだよお前ら。これがメジャーの力や。怖いわ。大リーグゴーゴー、大リーグハイスクール。あ、でも打たない。キリマンジャロとマストがあれですね。そうだね、でマストはああ見えてあの送ってるからねと思ったけど、全然送ってない送ってない。さっきのやつだけど、三振ゲッツー、三振してるわ。キリマンジャロも打たないし、2番は誰にするか問題ありますね。おいおいおい、決勝だぜ。今回ダメだった人もほぼいないしな。ガードポイント160キロになるんですけど、天才弾も150キロ、同じだ ね、 並んだね。競ってる競ってる。あんなにスタート地点は全然近かったのに。おい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 、しかも次赤マスやないかい。次見れないか。極みじゃないの、極み。かっこいいな。かっこいいね。見れません次は。どうしよう、ないのかアイテム。あるけどこんなところで使いたくねえな。どうでもいいな、相手が A だろうが何だろうが勝ちも勝つもん。やべえぞ。おい、尺がね、尺が。相手、ああ新聞でも見るか。これアワーノの時代のやつや。アワーノ同じ写真使われとるやんこれ。しかもさ、あれ同じこと書いてない。ここ女房100ないと小入りで光る。新聞社としてダメなことだろこれ。バレネットで持ってんのかい。全く同じやん。あれ昨日の新聞だっけこれって思ってるわよ。で負けたんか、発狂で。これが春の甲子園ね。ああ。でこの地区大会また始まって、ブラーボに満塁弾飛び出す。夏始まったな。でギャラクシーがいますね。ギャラクシー6打数3安打の活躍。あれ？で決勝進、あの夏の甲子園。また同じ写真じゃん。これしかねえのか、フリー素材みたいな。コーリーと光ると同じこと書いてある、左のやつ。全く同じこと書いてある。あれ寿司にね、ライバル寿司、ね。あ、ライバルだじゃねえぞおめえなってて。で。夏の甲子園13対0で勝利。強えなこの高校マジで。超強豪校やな。おい、全部同じじゃねえかよ。アワーの、あ、ジョーズ。たまーにね、出てくる。関東の大砲に満塁弾飛び出す。かっこいいな、初めて見たわこれ。あれ、あれあれ電子変えたちゃんと。同じじゃん。この二人しかいなかったっけ。ズガドミとかいたんだけど。あ、マスト持ってるし、優勝旗。2年生やろお前、この時2年生やろがお前。あで日本代表みんな、あれ勝負室行って帰ってきたやつや。ああ世界一だしこれ以上ないメンバーって、これアメリカの話ですか。アメリカがいいのかな。まあ、アメリカ人だけは日本国籍持ってる。見てあの打順の登録名のやつ、絶対日本、絶対に代理候補で浮いてるんだよな。浮いてるね。あ、大丈夫、あれあのオーダー書くときは漢字で書いてるから。え、あれトーナメント表ってあったの。何のやつこれ。トーナメント表ってあったの。春の甲子園。そうだよ。ダビー高校どこよ。おっと、え、トーナメントがあったのこのゲーム。今知ったんだけど、あの次回栄冠ないからね、あの抽選っていうのが、ね、抽選会があるからね、あるけど、トーナメントがあったことに今驚きなんだが。え、じゃあ次の相手分かるよ。おお、確かに。これだ、兵庫のやつだ、一番上の。神戸商工高校ですね。大リーグ高校。へえ。シード校ではないか。ではないね。シード校はいないね、見えない、見当たらん。何これ、ここの画面見たことない。これ先日一覧この間見つけたやつだね、はいはい、スカウト済み選手。お、これは来年来る人のやつ、ここで見れるんだね、ちゃんと。来年来るのが、え、これ俺らがスカウトした人。ああ、そっか、あのちょっと名前が名前がねで、スカウトめっちゃうまくいったんだね。そうだ、盗塁。次の甲子園終わったら入学式やから、盗塁のセンスがいい。この全国大会出場、全国大会優勝した基礎値が高い人で、内角詰め持ってる130キロで全国大会出場で、リードリードがあるやつな、はい、長畑。で、チャンス出場。これもね、みんないい選手が来る。6人一応スカウトしてんの。大陸高校に限った運がマジですごいね。このメニュー初めて知ったんだけど。マネージャーのメモはあれだったんだ。あれ、なにこれ。あ、チュートリアルか。そういうこと。おい、英語で書いてくんねえとわかんねえよ。